どうも、オッサーです。おはようございます。ここは東京日本橋ですね。ここで何をしに来たかと言いますと、ここから大阪まで、ちょっと走ってみたいと思います。泊まりがけの旅ライドですね。日程とかルールとはちょっと走りながら詳しく説明したいと思います。よろしくお願いいたします。では出発します。はい、改めましてオッサーと申します。よろしくお願いします。こんな感じで自転車の乗ってるライドの風景ですとか、そんな動画アップしてますので、よろしかったら、見てください。はい、では今回の東京から大阪の自転車旅の自分なりに決めたルールか、を説明したいと思います。まずルートなんですけども、基本的には国道1号の近くを通っていきます。まあ、全部トレースするというわけではなくて、まあ、その辺りを進むということで、認識してください。まあ、例えば今日だったら箱根を越えるときに、基本的には箱根を越えます。なので熱海とか、246の御殿場の方には迂回せずに、基本的には1号の近いところから進んでいくよというルールになってます。はい、2つ目、日程なんですけども、完全には決めてません。泊まりがけのライドはもちろんなんですけども、一番早くても4日ぐらいですかね、ゴールしたゴールの大阪に行きたいと思っています。あまり無理しないように年内に終わればいいかなぐらいの感じで、結構緩めに、計画を練っております。そして3つ目ですね、当たり前ですけども、行程中は、自転車のみの移動になります。ただし宿泊施設までの移動手段は公共交通かですね。例えば今日は沼津で宿を取ってるんですけども、まあ、何らかの理由で手前で終わってしまったという場合は、まあ、宿までは公共交通利用 OK で、またその次の日に同じ支店から戻るということであれば可っていうことにしております。なので基本的に東京大阪間の50キロぐらいは全部自転車で行きます。まあ、自分なりに決めたルールはそんなところですので、よろしくお願いします。はい、今走っているのは品川宿ですね。旧東海道を歩いてくると一番最初の宿場町です。今はね、国道が右手にあって一歩裏手になるんですけども、こんな感じの通りになってます。昔の宿場町っぽい名残はあまりなさそう。あ、普通の商店街っぽい感じですね。東海道53次の、旧宿場町も品川宿はこんな感じでございました。多摩川の上の6号橋ですね。もうすぐ東京と神奈川の県境の板が見えてきました。とりあえず東京都は終わりですね。やっぱ東京は信号がむちゃくちゃ多くて、もうスタートして1時間半だけどまだ20キロも来てないですからね。むちゃくちゃペース遅いんですけど、まあこれはしょうがないですね。はい、神奈川、やっと東京出ました。はい、今ね、鶴見線の国道駅ってところに来てます。こちらはね、ちょっと面白い駅というか、とっても不思議な駅なので、少し見物していこうと思います。こういうお店とかも昔からあるけど、やってるのかな、ちょっとわかんないですけども、本当こんな感じの雰囲気で、とっても不思議な駅なんですよね。だいたいここ通ると寄ってしまうんですが、こんな感じで向こうが旧東海道っていう感じです。鶴見線はこの国道駅も素晴らしいんですけども、いろんな駅があって、僕の好きな路線なので、まあ、また写真なりね、そんなのをよく撮りに来るんですけども、その際はまた別の動画の方で紹介したいと思います。ではでは先を急ぎましょう。キャノンボールってやったことある方いらっしゃいますかね。まあ、一言で言うと、東京から大阪、もしくは大阪から東京を24時間で走り切る自転車の企画のことなんですけども、大阪は無理ですね。実力的にもどんなにコンディションが良かろうが無理なので、
一応、ね、キャノンボールミニって言って名古屋、東京名古屋間のチャレンジを一度したことがあります。350キロぐらいかな。結果はね、東京側からスタートして結果は愛知県に入ったあたりで死亡しました。力尽きましたね、時間的にも体力的にも。だ300キロ弱ぐらいかなで死亡しました。その時は東京側からスタートしたんですよね。風が、向かい風がめちゃくちゃきつくって、ずっと向かい風だったんですよ。それで削られちゃって、もう愛知県に入ったあたりで足が全く残ってなかったですね。なんか難易度的にはやっぱり大阪側から西側から東に向けて行った方が優しいと一般的には言われてますね。風がだいたいどの季節も西から東に吹くので追い風になるっていうのが大きいかな。東側から東京側からスタートするメリットとしては、箱根が序盤にクリアできるので、まあ箱根迂回するにしても御殿場にしても結構な坂があるので、その坂を序盤にクリアできるぐらいかなと思います。なのでもし本気でキャノンボールとかキャノンボールミニやってみる方は、多分西側からスタートした方が成功率は高くなるんじゃないでしょうか。他もいいかな、多分名古屋名古屋東京のミニの方も多分名古屋スタートでむちゃくちゃコンディションが良くてもちょっとできる自信ないな。24時間では30時間あればいけそうな気がするけど、そんな感じですね。ちょっと向かい風で思い出して雑談をしていました。おお、大磯の松並木ですね。この感じですね。ここはもう箱根駅伝でもよく映る場所なので、とってもこう東海道っぽい感じで、はい、小田原をで休憩して、いよいよこれから箱根の山頂に入るところです。もう少しずつゆっくりですけど登りが始まって、まあ箱根湯本の手前まではこんな感じののんびりした登りですけども登ってきます。まあ、約8時ですね。32キロ登って降りて向こう側の三島までは最悪どんなに遅くても今日中に行きます。時間的にはまあまあ順調なペースに戻りました。多分何かなトラブルとなければ明るい時間内には三島の方に降りていけるんじゃないかなと思います。箱根の愛の宿の畑宿というところに来てます。ちょっとトイレ休憩して、まだまだここから登るんですけども、やっぱきついですね、急道は。これから足の子に向けてもう一頑張り登るところです。で、急道を行ってるとこんな感じで旧東海道の石畳があります。ちょっと奥まで行ってみようかな。ここお隣はお蕎麦屋さんかなかなんかなんですけども、よいしょ、これが旧東海道の石畳ですね。よいしょ、まあ、これ歩いてっても芦ノ湖の方まで行けます。まあ、自転車はねちょっとこの石畳なんで行けないんですけども、歩き旅の人とかはここを通って芦ノ湖の方に向かう方もいらっしゃるようです。よし、これ一里塚ですね。じゃあ後半戦というかラストか、この先がちょっとかなりきついんですけど、もう一頑張りして芦ノ湖まで、明るいうちにつけるでしょうね、行ってみたいと思います。はい、今お玉ヶ池っていうバス停を通過しましたんで、だいたいこの辺りが1回目の頂上ですね。
やっぱ急度きつい。これからはだいたいあと芦ノ湖に向かって降りていくはずなんだけど、っていうのも箱根はお椀の中にプッチンプリンしたような形をしてて、まず外輪のお椀の外部分を登るんですよね。で、国道1号の最高地点もそこにあります。ほんで芦ノ湖に向けて1回お椀の中の方に入ってって、ほんでもう1回出るためにもう一度登んなきゃいけないですよね。地味にそこがきついんで、登ろうと思いますけども、時間ちょっと食っちゃったし、やっぱり日が暮れるの早いな。まだかろうじて明るいけど、下りは暗くなっちゃうかもしれないですね。ちょっと凍結が心配だ。今登ってるから暖かいですけど、多分これ相当冷えてるな。路面がちょっと白くなってるんで、スリップしないように気をつけながら行こうと思います。これ全部白いの多分凍結の跡ですよね。凍結してるところだもんね。いやきつい。よいしょ。よっしゃ、下りだ。これで下りだから、一回芦ノ湖に向かって下りますよ。おわ、寒い。いや、芦ノ湖ですね。元箱根まで降りてきたで、ここまで来るとなんかすげえ観光地って感じだけど、そんな余裕はないぞ僕には。はい、間もなく箱根峠の頂上ですね。2度目の頂上です。これで神奈川県が終わって静岡県に入って、この信号からは三島に向けて一気に下るんですけど、ちょっと路側が凍結し始めてるので、マジで注意しながら、あんまりスピード出さないように注意しよう。こけたらマジでやばい。いいの乗った。ちょっと下り頑張ります。気をつけます。東京大阪自転車旅の1日目終わりまして、今後ろ沼津駅ですね。無事沼津駅までは来ました。1日目としては最低限の、目標だった沼津まで来れたので、まあまあ OK かなと思います。明日は天気を見るとそこまで悪くなさそうなので、なんとかなるかなと思います。という感じですね。とりあえず1日目はこれで終わりで、また明日は最低浜松ですかね、行ければ豊橋まで行ければいいかなと思うんですけども、そんな感じでやってみようと思います。じゃあとりあえず寒いんで、チャリ片付けてもう飯食って寝ます。ご視聴ありがとうございました。また明日。バイバイ。寒い。